どうも皆さんこんこにちは今回はですね、なんとこちらです。205系の危機、首都圏から絶滅するんじゃないかということで、やっていきたいと思います。本日、令和5年7月24日、JR 東日本のプレスリリースをもちまして、なんと鶴見線に新型車両、E131 系導入するよということが発表されてしまいました。 ついに205系鶴見線からもう脱退ということで、おそらくこれ最後は選択肢なのっていうのはもう確定したわけなんですけれど、131系鶴見線のは一体どうなってるのかということを皆さんにちょっとお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。<laughs> はい、では早速やっていきましょう。じゃあ最初に205系と V 車両は一体どのような感じでちょっともう一度振り返っていきたいと思います。 103系や201系に変わる省エネエネルギーですね。通勤ガス車両として、国鉄末期に1995年に製造し、登場して、国鉄分割見えか後も JR 東日本と JR 西日本が常備を続けて、計1461両が製造された車両となっております。次期後継車両、いい あ、次期工芸車両21地形用として開発されていた方式を活用し、新開発の軽量ボステロル大車や軽量ステンレスをせ構造電気指令機ブレーキを国鉄車両として初めて導入された、採用したっていうのが、まあ、この205系の大きな特徴となっております。 導入経緯としては1981年より百0系に代わる次世代通勤型車両として量産された201系は、量産中も様々なコストダウンを測り、1000両を超える増備を行ってきました。しかし、電気し直波制御の製造コストが高価化したため、当時財政的に厳しい状態であった国鉄は、コストダウンを測る必要、車両が必,必要であったということになります。 そこで対象されたのが205系となっているというわけでございます。1984、ね、年3月のダイヤ改正において、横浜線、武蔵野線の輸送力を強くするため行うこととなり、武蔵野線から、あ、山手線からこれらの路線へ103系を 転用するというための通勤型車両と必要となった。この時点で現像する201系は山田さんにように常備をするか、新形式205系を導入するかということで迷っていたという形です。まあ最終的には1984年6月に次期近郊型車両のシステムを活用した通勤型車両、本、本、の、そして、まあ結局、 205系は製造されたという形です。まあそこからね、205系は長らくで山手線で活躍されたんですけど、2002年からね、E231 系500番台というのが導入されることになり、戦石線や南部線、鶴見線、そして武蔵,武蔵野線などに導入、転用するという形となりました。そこからね、まあ様々な 1000区で205系、活躍されていたというわけなんですけれど、まあ、ついに引き換えされたということです。南部線に関してはね、先日デビュー、あのー、高収された E217 系、もともと新潟地区で活躍された車両に置き換わり、 戦績戦に関してはまだ未明ということで、で、武蔵野戦に関してはもともと中央総武戦で活躍されていた E231 系0番台、900番台、そして e 0 9系500番台が走っていて、まぁ、あ、209系は今度はジャカルタの方に行ったよという形です。で、今回は鶴見線ということで、鶴見線は E31 系に導入で切り替わるという形です。 いやーそれにしてもですね、めちゃくちゃちょっと驚きなんですけれど、じゃあ一体車内はどうなってるのかってついてちょっと見ていきたいと思います。ということでちょっとプレスリリースの方からちょっと画像を持ってきたんですけれど、ちょっとこの画像一部ちょっと見てみてください。ちょっと今、ちょっとだけちらっと見ちゃったんですけれど、なんとですね、ちょっとこの、 ドアというんでしょうか。皆さんちょっと異変に気づく方がいるのかなと思うんですけれど、まず貫通扉。なんと無地、ステンレス一択となっております。いやー、今時センスコストカットレンジかよと思っちゃいました。そしてあとドア上ですね。荷物棚がアルミからパイプ式に交換されちゃっております。これもコストカット同じ。おい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 、待て待てという形となってしまいました。何 またイか？部品そんなにないのって正直今思っちゃっております。まず、あとは、で、まあ、この鶴見線の,よの特徴としては他の131系とはあまり変わりません。車内に関しては変わりますけれど、あ、一部変わってる。そう、一部変わってんだよ。なんとですね、車体の形状というのが、今までの車体というのはね、今の歴代の車両、あの、231系0番台とかが、あの、導入されてからですね、通勤型っていうのは、 主に地下鉄車両は除くんですけれど、まあ、拡幅車体、いわれる拡幅車体、ちょっと幅が広がっているタイプとなっておりました。しかし、この鶴見線に導入される131系に関しては、ストレート車体ということで、地下鉄と同じような感じになってしまうんですよね。鶴見線独自の用素が詰められています。まあ、 205系と変わって、まあ、半自動ボドアボタンがついたりとか、防犯カメラが側面についていたりとか、あと行き先表示器が3色からフルカラー LED に変わるよというのが、まあ、大きな特徴となっております。では、ちょっとこちらの表を見ていただきたいんですけれど、こちらはですね、プレ同じくプレスリリースに乗っかっていた表となっております。なんと、相模線のね、おまけ付きで相模線の 13HK、そして今回導入される鶴見線の 13HK、 今走っってている 205K の表となっておりますまあ並べているとねちょっとやっぱりおかしいなちょっとやばいなっていうのがほとんどの思いなんですけれどまず205系から編成,編成数は3両編成で 2M1T 最高時速100キロ車体,幅あ車体はステンレス製車体幅は 2800mm。 座席の一人幅は約436ミリとなっております。シート方式もロングシート。まあこれぐらいで一緒。で、まあ鶴見線に関しての 131K はずっと3両編成で 2M1T。最高時速100キロ、ステンレス製。車体幅2778ミリステス、ストレート車体、ストレート車体ステ、ストレート車体、おーい、おーい、待て待て待てという形です。まあこの辺でいいでしょう。 あとは、ほぼとんど変わりません。で、釣見でおまけ付きで相模線の付いておりますけれど、まあ、これはあまりほとんど、あ車体幅が、まあ、下腹車体になっているがほとんど、ま、変わりません。4両編成 2M1 で最高時速110キロっていうのはちょっと変わるんですけれど、それほ他に関してはあまり変わらないよっていう形となります。なので、まあ、今まで見た限りの一切です式れとほぼほぼ一緒。 でも、車体がちょっと、車内がちょっとコストカットされているよっていうイメージを思いついた方が、まあちょっと思いつきやすいのかなって思います。で、ちょっとね、まあ皆さんに触れたいことは、いつから導入、走るのということですよね。いつから導入され、走るかというと今年の冬からということで、まあ秋、夏の終わりから秋にかけてはもう冬の終わり始めぐらいには、もう今収と始まるのかなと思いますので、まあ今現在、総武快速線のやつ走っていますけれど、 ね、にあの 1, 番台またなんかこいつにあのこのあのあの鶴見線への131系によってまた何製造止まっちゃうのかなっていうのが個人的に思います。だって同じところですけども。 j トリック総合事業所で作りますので、いや、ちょっとその辺もね、まあ心配のあるところですけど、新しく鶴見線を回れるよということで、生まれ変わるよということで、ちょっと皆さんにお伝えしました。速攻でお伝えしましたが、どうでしたでしょうかこの動画いいと思う方、良かったと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ということで、ご視聴誠にありがとうございました,また刻の。また次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。